では10レース、初日直線競争を走られる坂本翔太郎選手、最近のこの調子、ご自分ではこうどのように捉えていらっしゃいますか。まあ、悪くないと思うんですけど、ちょっと前回地元でなんかあんま良くなかったんで、今回はその分も頑張ります。春先あたりこう連続優勝とかもあってかなり良さそうな感じだったんですけど、そのあたりと比べてどうですか。まあ、でも本当前の選手のおかげって感じなんで、恵まれた感じなんで、はい。本シリーズ調整とかいかがでした。はしっかりやってきたんで大丈夫だと思います。取手競輪場に関してイメージとかありますか。去年そうですね、まだ1回しか来てないんですけど、その時優勝させてもらったんで悪くないと思うんですけど。では明日からのシリーズに向けての意気込みをお願いいたします。優勝できるように頑張るんで応援お願いします。